はじめにお断りしておきますが、この動画は攻略動画ではありません。他人と高難易度に行きたくない人間が一人でディアスポラを殴って、関東本州でシュレディンガーが出ないかなっていう記録を取っている動画です。よろしくお願いします。動画の冒頭で毎回同じことを言ってるんですけど、この通りただの記録動画です。たまにはぐだる時もあります。それも記録の一つだと思って見ていただけるとありがたいです。今日もバールくん、ラグナさん、サトゥロスちゃんです。最近はもうこの3人が割と度安定でフロート部分も多いので楽だなって思ってたんですね。ここでディアスポラに追撃のバフがついて、逆にこっちは灼熱のデバフがついてます。うわー、ラグナさんがロベリアに変わってる。完全に HP 管理をミスりました。開幕の強強ダメージがあるので序盤は HP 管理気を配らないとダメなんですが、一人でディアスポラ狩るのも慣れてきた。フロートできるところも増えてきたしね。動画も30本ぐらい撮ってきたしね、みたいな感じで完全に慢心してました。結構バール君も HP やばかったんで、彼が耐えてくれてなかったら本当に積んでたかもしれないです。灼熱はね、本当気をつけましょう。そしてその後の対処もまずかったんですよね。私自分で上げた別の動画でロベリアを裏から出した時はまずはニアビから使いましょうって言ってるんですね。救援で入る時は多分3アビ使うのが基本だと思うんですが、ソロで関東報酬狙いの時はできるだけたくさん HP を削りたいので、奥義、アビダメ、通常攻撃、この3つの活性を同時に上げていきたいんですね。でそうなった時にこの男の3アビ発動させちゃうとえぐいぐらいにアビダメ上がっちゃうんですよね。だから序盤で誰かが落ちてうっかりロベリアが前に出てきた時はニアビを使ってプネウマを早く配れるようにする。まあそんなことを前の自分が言ってました。その通りだと思います。この辺りはまだいいんですけど、後半めちゃくちゃ気使いながら戦ってました。フルオートにするとめちゃくちゃアビダメ上がっちゃうんで、今回は全部手動です。たまに全部手動でやるのも面白いとは思うんですが、今回は完全に後半フルオートだ、なんか YouTube でも見ようってそんな油断してたのでちょっと戸惑いました。こういう慢心が良くないですね。今後の戒めのためにもこの動画を記録しておきます。記録っていうので思い出したんですけど、前回一切触れてなかったっていうか忘れてたんですが、前々回に今月初のシュレディンガーが落ちました。これで2本目のシュレディンガーが完成しました。ただ突れたのはいいんですが、覚醒に必要な分の基盤が足りてなかったです。武器の方がいいペースで落ちてきてくれたかなって思っていたんですけど、やっぱそれだけじゃダメで素材集めも頑張らないとなぁと。まああと3本目も欲しいので、しばらくはこのシリーズは地味に投稿を続けようかなと思ってます。それでグラブルの話になるんですけど、師匠降臨が始まりました。スキンもまだ全部取ってないし、王竜黒麒麟のマグナアニマもまだまだいっぱい欲しいし、頑張るぞって開催前までは思ってました。待望のイベントだったのにいざ始まるとやる気が落ちちゃう、この現象何なんですかね。スキン取るぞどころの話じゃなくって、なんならデイリーすらめんどくさい。昔に比べたらだいぶ緩和はされてるんですけど、人は怠惰を求めてしまう。あとエクストリームプラスっていうんだったかな、アグニス君とか多分前はフルオートで10分とかかかってたと思うんですよ。いやそれよりも前とかだととても一人では倒せないとかそういう時代もあったんですが、まあそこでフルオート放置休憩みたいなことができてたと思うんですが、なんかキャラパワーとかがすごくなっちゃって、そんな大したことないマグナでもなんか4ターンぐらいで倒せちゃう。早い、ゆっくりできない。やろうと思えば延々とできるんですけど、そうなってくると逆にやらなくなる。快適に回れるようになったのはいいんですけど、あとは己との戦いですかね。
ただ今回はヒヒイロカネがもらえるのでそこは嬉しいところですね。最近自分は全然ヒヒイロカネがドロップしてなかったので、今回もらえるので一応実天守を全員超越させるだけのヒヒイロカネは集まりました。ただヒヒイロカネだけ集まっても全然素材が足りてないのであとはコツコツ素材集めを頑張ります。アンドユーでかっこよかったからシエテさんを超越させてあげたいです。あーそうそう、実天守を超越するときにまあ素材もエグいんですけど何気にルピも持っていかれるんですよね。ルピなんていくらでもあるでしょって思ってるうちに気がついたらもんなしになってました。それで私がお金がないよって泣き言を言っていたら師匠の輝きでルピ交換できるよってフォロワーさんに教えてもらいました。しかもこれ交換制限がないんですね。だから余った輝きを無限にルピに変換できる。今後もまた超越でお金いっぱい持っていかれると思うのでこの機会にお金も稼いでおいた方が良いかなと思いました。というか無限に出てくるそのルピは一体何なんですかね。そんなにジャブジャブお金が湧いてきていいのかな。嬉しいんですけどすっごいインフレとか起きない？まあそれを言ったらまず実定衆を超越するときに大金を取られるんですがあれは誰に何の代金として支払っているんですかね。ルピは通貨であるらしいんですけれどお買い物で使うところもないし謎が多いですね。1万ルピが日本円でどれぐらいの価値があるのかわからないんですけど500万ルピって相当な金額じゃないですか。ちなみに島開拓で必要なルピが3段階上げるのに2000万ルピです。2000万あったら都市開発ができるレベルなのに実定衆は1人500万円持ってく。しかも今ちょっと見直したんですけどランク110の時とランク130の時2回500万ルピ持ってかれる。つまり合計1000万ルピ2人超越したら町が建てられる。それだけの大金が一体何に使われているというのか明かされることは多分ないんでしょうけど深く考えるとね何なんだろうねって思います。実定衆だし星屑の町にお金かけてます子供たちのために使いますって言うんだったらまあわからなくもないかな。言うて1人1000万なんで実天守全員解放すると1億ルピー結構な町ができますよね。2000万円で温泉掘れるんだし最終的にゴールドソーサーみたいになってるのかも。バトルコロシアムのラスボスが無限で無限とソロでやり合って勝ったら超級武神破産がもらえる。そんな楽しいアトラクションの街として生まれ変わってるかもしれないですね。アクションが本当に雑魚でスノボが一生クリアできなかったですね。それで実天守の超越なんですけれど多分まあみんなここで止まると思うんですけれどやっぱり壁霊の証あれをどうしようかでだいぶ悩んでおります。壁霊の証で合ってるのかな。グラフルよくわからない読み方するやつあるから。私は結構早めにグラブルを始めた方だと思うんですけれど、まあ、失踪している期間も長かったのでそもそも勲章が全然足りてないんですよね。壁霊の証も欲しかったんですけど優先度というか超越の前にまずは実験者仲間にしといた方がいいかなと思って復帰してからの勲章は、まあ、基本的にセフィラ玉髄につぎ込んでおりました。失踪していた間の師匠降臨のクロム校は救済措置があったんですけれど休んでた間の勲章はどうにもならなくって、まあこれが古戦場から逃げるなっていうことなんでしょうね。まああと私は基本 B 団にいるのでこれが A 団に所属してたらまた勲章の数も違ってたのかなとは思います。ただ A 団のノルマとか怖い。ログインできないときは報告してくださいとかも怖い。究極挨拶しましょうすら怖い。ここまでのレベルのコミュ障なんです。
なので自分のガンで B 体でそこそこわちゃわちゃしながらみんなで殴るくらいの古戦場がいいかなと思ってます。私のようにコミュ力に自信のない方や古戦場そんなに貼り付けないよっていう人にも優しい気空団センタービリッジではゆるく団員さんを募集しております。よければ概要欄をご参照ください。それでね、そんな中かき集めた勲章でシス君とニオさんは150まで上げることができました。シス君の方は元から強かったので多分強くなってるんだろうな、これからもよろしくなみたいな気持ちなんですけど、ニオさんの一生ディスペルガードはすごい優越感がありますね。これは頑張った甲斐があったと思いました。他の人も超越のレベル上げたら強くなりそうなことが書いてあるんですが、私の頭では誰がどう強くなるのか全然わかんなくって、あとは愛かなって思うとさらに悩ましいんですよね。実験集魅力的なキャラが多いので、実験者の方は私の中ではまあ好みが結構分かれてるんですけど、実験集に関してはほんとみんな好き。まあそれで好みの分かれる実験者の好みが分かれた方の男のせいで浴びだめ活性が真っ先にもう90までいってしまい、この辺り最低限のアビリティしか使ってないです。サテュロスちゃんのパッションライブすら使ってないですね。アビリティを押すと自動浴びだめが発動するので回復アビリティも温存している状態です。これでも生き残れてる。そしてここのターンで浴びだめ活性がとうとう100になってしまったので、このターンで全力で殴ります。温存してたアビリティ全部打って、その後黒キリン召喚してまた全部のアビリティを使います。回復アビリティとかも今更使ってもあんまり意味はないんですが、これはルベリアの自動浴びだめ発動のためですね。いやー今回は失敗したなーというか本当反省するところが多いんですが、今後に生かしていきたいと思います。まあ何度も言ってますが、これは攻略動画ではなく私の個人的な記録動画なので、失敗も記録のうち。 HP 赤くなってなくても削られるときはがっつり削られるので、みんな灼熱には気をつけましょう。撤退は撤退。ここまで見ていただいてありがとうございました。お情けでダマスカスの粒もらいました。やったー。